皆さんこんにちは、ミニライフです。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はグッズを2つ作りましたので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。というわけで、新たにグッズを作ったので紹介していきたいと思います。まず1つ目、こちら、ドドン、ミニライフのロゴが入ったサコッシュです。この色はネイビーという色なんですけど、今回はネイビーとナチュラルということで2種類、作りました。大きさはこんな感じです。結構大きめで、中に、携帯と鍵とお財布入れてみたんですけど、全然余裕があるなという印象です。ちょっとしたお出かけとかするのにかなりいいんじゃないかなと思いますね。僕はこれ飲む時にとかにちょっと中にポイポイポイと入れて、電車でちょちょちょとか行く時に使えたりとかしたいと思います。で、今回はこのネイビーとナチュラル、2色展開で15ずつ作ってあります。なので合計30ですね。はい、2つ目はこちら、ドドン、結構大きいんですけど、キャンバストートというのを作りました。これも同じくここにロゴが入ってるシンプルなものになってるんですけど、今回、こちらはナチュラル、この色1色だけとなっております。大きさ的にはこの A4 のファイル、あとは漫画とかいろいろこう入れてみたんですけど、結構3冊ぐらいだったらすっぽり入ってしまうような大きさです。僕はこれに多分機材を入れていくかな。マイクのコード類とか、あとは生配信機材とか、まあ、そういったものをここに全部ギュッと入れて仕事に持っていきたいと思っております。横広でね、ここ入り口が結構大きいんですよ。広いから何でも入っちゃうと思う。いい感じで、こちらは20個作りました。なので全部で20と30で50個トータルで作ったことになります。で、まあ、今までと同じようにこちらの製品はすべてベースで販売しているので、概要欄の方にリンク載せておくので、そちらもチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は前に生配信やった時にちょっとアンケート取らせていただいて、何が欲しいですかみたいな、そしたら、トートバッグとサコッシュということで、この2種類を作らせていただきました。今後もいろいろ参考にさせていただきたいので、コメント欄とかにちょいちょいちょいと書いていただけると助かります。で、カセットテープはすいません、まだ作れておりませんが、ちょっといろいろ最近ねコメントいただくんですよ。メッセージとか直メっていうんですか、いただくんですけど、今現状まだ作れておりません。大変申し訳ございません。そちらもまた作ったら公開していきますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はこんな感じでした。いかがでしたでしょうか。また、次回の映像でお会いしましょう。バイバイ。